どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、関西広域連合の滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の問い51から問い60までの過去問の解説を始めていきたいと思います。過去問の解説については、下の概要欄のところからダウンロードできるようにもしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い51番です。口内炎及び歯槽膿漏に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解ですね。全部正解ですね。このあたり大丈夫でしょうか。まず A に関して、大丈夫ですかね。それから B に関しては、インチン口頭漢方薬も出てきておりますね。インチン口頭に関しては、こう、体に溜まった余分な熱を取り除いてくれる、水分とともに出してくれるような役目がありますので、口内炎、余分な熱が、溜まってしまっているような状態にもなりますから、そういったところにも、このインチン口頭を使うことができます。はい、あとは C と D、このあたりも、一度確認しておいていただきたいと思いますので、こちら、問い51は5番が正解となりました。はい、では次に行きましょう。問い52番です。A から D は登録販売者と禁煙補助剤、咀嚼剤の購入者との会話である、購入者からの相談に対する登録販売者の適切な説明の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。どうでしょうか？まあ、A はどうでしょうかね。こちら、禁煙補助剤、咀嚼剤に関しては、前にもちょっと書かせてもらいましたけど、ニコチン製剤になります。なので、ニコチン製剤、こちらはですね、A のところ、口腔内が酸性になると、ニコチンの吸収が低下していきます。これを、吸収が良くなりますよって引っ掛けてくることもありますので、十分に気をつけておきましょう。はい、それにですね、口腔内が酸性になる、酸性になるようなものというのはね、例えば炭酸飲料とか、コーヒーとか、そういったものが口腔内が酸性になりますので、なので、コーヒーを飲んだ後はしばらくは使用を避けてくださいね、というものもありますので、このあたり、十分に気をつけておきましょう。はい、そして、B が誤りですよね。はい、こちら、歌詞のガムと同じように、噛み、たくさん噛んでいきましょうね、というところ、これは、ダメですよね。何かというと、唾液が十分に分泌されるように連続的しっかり噛んで使用してくださいではなく、唾液が十分に出てしまうと、これ厳しいんですよ。なぜかというと、こちらニコチン製剤は口腔粘膜により吸収するように作られた製剤になります。なので、口の粘膜のところ、口腔の粘膜のところにですね、このニコチン製剤が吸収するように作られた製剤なので、お菓子のガムのように噛みいっぱい、噛んで唾液をたくさん分泌させてしまうと、その唾液の中にニコチン製剤が、入り込んでしまって、ニコチンの成分が入り込んでしまって、それをごっくんしてしまって、例えば胃の粘膜とかそういったところの胃腸障害の副作用が出てきてしまったりということもありますので、それでは本来の口腔粘膜から吸収するというところが、妨げられてしまいますから、なので、お菓子のガムのようにではなく、ゆっくりと、噛み、唾液があまり出ないように、噛むようにですね、服用していただくことが重要となります。はい、ということで、こちら B は誤り、そして C と D は正解ですので、こちら1番が正解となりました。大丈夫でしょうか。はい、では次行きましょう。問い53番です。需要競争保険薬に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、B、大丈夫ですかね。それから、でも、B もね、こちらコンドロイチンとビタミン B1、このあたりもセットでね、抑えるようにしておいてあげてください。それから C の6錠が配合された需要競争保険薬は、6錠の含有量により、医薬部外品である場合もありますよと書いてありますけど、6条、こちら動物性生薬になりますよね。はい、こちら鹿ですよね。そうなんですよ。鹿の角の部分を使っていきますけど、この6条はですね、こちらは医薬品のみに、使ってもいいものになりますので、6条が入った瞬間に医薬品になってしまいますから、量が少ないといって医薬部外品というわけではございません。はい、ということで、医薬部外品である場合もありますよというところが誤りになりますので C は×となります。ということで問い53は2番が正解となりました。
はい、では次行きましょう。問54番です。ビタミン B2 に関する記述について、括弧内に入れるべき軸の正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。はい、まずビタミン B2 なんですけど、こちらはですね、A のところに入るようにですね、脂質の代謝に関係してきます。脂質の代謝に関係してます。これはビタミン B2 ですね。はい。で、それ以外にも皮膚や粘膜の機能を正常化するような役目があったりとかということで、気をつけていただきたいんですけど、さらにこのビタミン B2 の、その B のところ、これ何などが主役としてということで、はい、ちょっとまとめて書いてきましたけど、リボフラビンですね。ビタミン B2 というのはリボフラビン、これもセットでちゃんと抑えられるようにしておいてください。そしてさらにこちらリボフラビンに関しては、尿が何色になりますよということで、はい、尿がこちら黄色になる、赤だったりピンクだったり他の色でいろいろ引っ掛けていきますので、十分に気をつけてください。黄色ですね。はい、だから例えば栄養ドリンクとかを、コップとかに、透明なコップとかに入れていきます。黄色い色してるのもリボフラビンの色ですよね。そして飲み終わった後しばらく経ってからおしっこがちょっと黄色っぽい、強い黄色っぽくなってくるなーっていうのは、あれもリボフラビンが吸収されずに尿から出ていってしまっている証拠になりますので、そんなところをぜひ気をつけておいていただきたいと思います。それからあとは、なんとかの代謝に関与とかって他にもありましたよね。そうですよね。例えば糖質の代謝に関与に関してはビタミン B1 ですよね。そうですよね。チアミンでしたね。はい、このあたり大丈夫でしょうか。それからあとはタンパク質の代謝に関与もありましたね。そうですね。タンパク質の代謝に関与は、そうなんですよ。ビタミン B6 ですね。ビタミン B6 でした。そうですね。ピリドキシンというものがあったと思いますので、ぜひぜひそのあたりも、何の代謝に関与する、三大栄養素の代謝に関与するものをしっかりとですね、押さえておいていただきたいなと思いますので、このあたり、もう一度復習しておきましょう。はい。では、問54番は、1番が正解となりました。では、次行きましょう。問55番です。漢方処方製剤に関する記述の成果について、正しい組み合わせを一つ選べということで、はい。こちら答えは、3番が正解となります。まず、A、すべての漢方処方製剤は作用が、穏やかでと。ね。そして、長期間継続して服用しないと効果が得られないというわけではありませんよね。作用が強く出るものもあればね、さらに短期的に使っていくようなものもございます。もちろん長期的に使っていくようなタイプのもありますので、すべてのというところが誤りとなりますので、A は×ですね。そして B は正解。そして C、すべての漢方処方製剤は、処方に基づく生薬混合物の、浸出液を濃縮して、調整された乾燥エキス製剤を散剤などに加工して市販されているとなっておりますけど、これ何かというと、漢方処方製剤っていうのは複数の生薬を集めていきますよね。そう、複数の生薬を集めて一つの漢方処方製剤というしていくんですけど、じゃあその複数の生薬を集めてそれどうするのかって言ったら、一回グツ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 煮込むんですよ。そう。で、その煮汁ですね。煮汁。言い方悪いですけど、煮込んだ液体のものを、それを濃縮させて、乾燥させて粉状にしたのが、市販で売っている漢方処方製剤になっていくんですけど、それが全部ですかって言ったら、そうでもないんですよ。そうなんですよ。そうでもないんですよ。何かというと、どういうものがあるかというと、例えば、その、複数の生薬。それをぐつぐつ煮るのではなく、複数の生薬を、粉状に、パウダー状にしていくようなものもあるんですよ。そういうタイプのものもあります。であと、粉状にしたものとかを、こう、岩剤とかにね、していくようなものもあったりとかっていうことで、これ全部が、こう、ぐつぐつ煮て、その煮汁を使っていくわけではなく、粉状にしたものをそのまま使っていくようなものもありますので、なので、こちら C は誤りとなります。はい、あとは、そうですね。まあ、内服薬だけじゃなくて、塗るようなタイプのものもありますよね。はい、では、C、まあ、そのところで全てのというところが誤りですね。はい、そして D、
漢方薬は現代中国で利用されている中医学に基づく薬剤と同じものであるとありますけど、同じものとは限りません。これもですね、中国の中医学、こちらを確かに遣唐使、遣隋使の時代ですねには、そのあたり中国からですね留学をして、そして日本に取り入れていたりもしたんですけど、でも、江戸時代の鎖国をしている時代のところにはね、日本独自にいろいろ発達したりするところもございますので、このあたり同じものですよというところは誤りとなります。はい、ということでこちら問い55番は3番が正解となりました。では次行きましょう。問い56番です。生薬及び漢方処方制剤の副作用に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答え全部正解で3番が正解です。3番正解。いやーでもちょっとこちら A はちょっと難しいかなとは私は思いますが、ただこちら確かに漢方薬だったりとか生薬業界のところでは有名なお話なので知っといていただきたいなとは思うんですけど、まず A がですね、そうなんですよ、難しいんですよ。何かというと、神逍遙さんや王蓮解毒湯、ごめんなさい、ちょっと書かせていただきました。神逍遙さんや王蓮解毒湯は、生薬の中に三四子ってやつが入ってるんですよ。そうなんですよ。三四子ってちょっとカッコで書きました。口なしです。そう。染料とかで使っていくようなものですね。口なし。栗キントンとかの黄色い色とかの着色に使ったりとかするのが口なしだったりするんですけど、そんな、黄色い色の着色に使っていくような、染料として使っていくような、口なし、生薬で三四子って言っていくんですけど、そんな三四子が神逍遙さんとか、王蓮解毒湯の中とかに入ってたりするんですね。で、この三四子が、この副作用として、腸間膜、静脈、硬化症という副作用、こちらにですね、ちょっと関与してるんじゃないかっていうふうに言われているので、なので、こちら、A は正解なんですけど、三四子って、冷やしていく、静熱作用、冷やしていくような働きがあるので、そういった、あんまりもう冷やさなくてもそんなにいいよっていうような方に対して、漠然的に使い続けると、そういったね、副作用も出てくることがあるので。なので、やはりですね、漢方薬、生薬、使い方を誤りますと、これも副作用いろいろ出てきてしまいますから、しっかりとその適用の人にですね、正しい漢方薬、生薬を使っていただくということが重要となりますので、はい、ぜひぜひ、そんなね、三四子、口なしが入ってるんだなと思っておいていただき、そして、王蓮解毒湯や神逍遙さんも、静熱、冷やしてくれるような働きがありますので、ぜひぜひ、押さえておいていただきたいなと思います。はい、ということで、問い56は3番が正解となりました。他は B、C、D は大丈夫ですかね。このあたりは正解だよというところをちょっと他のところでいろいろ調べといていただきたいなと思います。はい、では次行きましょう。問い57番です。次の記述に該当する殺菌消毒成分の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。3番が正解ですね。はい、で、3番が正解ということは A と Cですね。そう。サラシコや次亜塩素酸ナトリウムと呼ばれるものは、塩素系の製剤ですよね。塩素系の。塩素が含まれてるやつなんですよ。はい。なので、塩素が含まれているようなものですね。に関しては、一般細菌、真菌、結核菌、ウイルス、すべてのものに対して使うことができるんですよ。そうなんですよ。で、今回出ている B のクレゾール石鹸。それから D のクロルヘキシジングルコン酸塩に関して、まずはクレゾール石鹸に関してはウイルスのみに使えない。ウイルスのみには使えません。ただ一般細菌、真菌、あとは結核菌とかにも使うことはできます。そうなんですよ。はい、それからですね、あとはクロルヘキシジンに関しては一般細菌、真菌に使えます。でも、結核菌ウイルスに使うことはできませんので、なので、そんなところをちょっと前に書かせていただきました。そんなところでは、一般細菌、真菌ウイルスに対する殺菌消毒作用を示すというところで選んでいただくこともいいんですし、あとは、問題文の中、金属腐食性がありますよ。で、さらに、有害な、
有毒なんですね。塩素ガスを発生しますよと言ってますので、塩素ガスを発生しますから、だからこのあたりも、塩素製剤、塩素が入っているものを探し子、次亜塩素酸ナトリウムというところで気づいていただきたいとも思います。はい、ということで問い57は3番が正解となりました。では次行きましょう。問い58番です。殺虫剤および忌避剤に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A と B は大丈夫でしょうか。そして B、こちら、頭じらみの防除にはメトキサジアゾンが配合されたシャンプーや添加香を用いられますよとありますが、メトキサジアゾンについてはこれは違いますよね。これはオキサジアゾール系の殺菌消毒、殺菌消毒成分じゃなくて殺虫成分ですよね。そうですよね。オキサジアゾール系の殺虫成分になりますので、なので、こう、頭のシラミとかの防除に関しては、人体に唯一使うことができる、フェノトリンですよね。そう。フェノトリンはピレスロイド系のものだったと思いますので、ぜひぜひそのあたり、人体に唯一使うことができる、例えばピレスロイド系のものは何でしょうかとかって聞かれることもありますので、フェノトリン、しっかりと抑えるようにしておいてあげてください。ということで C は誤り、そして D は正解。なので2番が正解となりました。では次行きましょう。問い59番です。一般用検査薬に関する記述について誤っているものを一つ選べということで、はい、誤っているものは1番が誤っております。検査に用いる検体は、採取に関してとかっていろいろ書いてありますけど、自己血糖測定においてはということを書いてあります。で、そして後半戦のところ、こちらは、腺脂血が、検体として認められておりますよとなっていますけど、これ腺脂血って何かというと、体の中に刺して、そして血液を採取していくというものが、こちら腺脂血というものになるんですけど、そういったものを検体としていくのは、これは医療用医薬品になってしまいますから、なので、違いますよね。医療用の範囲になってしまいますので、なので、一般用検査薬に関しては、こちら、こう採血したりとか、そういったね、血を取ったりとかっていうことはございませんので、1番誤りとなります。はい。あとは2番、3番大丈夫でしょうか。そして4番も大丈夫でしょうかね。このあたりは、検体中の対象物質の濃度が低い場合にはですね、検出反応が起こらずに陰性の結果が出る。まあ、こういったものを偽陰性とかって言ったりすることもありますよね。はい。なので、まあ、そんなところをぜひぜひ押さえておいていただきたいなと思います。はい。では次行きましょう。問い60番ですね。最後ですね。妊娠検査薬に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら最後答えは3番になります。まず A、一般的な妊娠検査薬は、月経予定日を過ぎて、おおむね4週目以降に検査することが推奨されておりますよ、となっておりますけど、こちら違いますね。何かというと、まずは、検査の時期というところでいきますと、ちょっとここにも書いてみました。検査の時期ね。検査の時期に関しては、月経予定日を過ぎて、おおむね1週目以降のところを推奨していきます。いいでしょうか。特にポイントなのが、月経予定日を過ぎて、おおむね1週目以降ですね。で、それから、ちなみになんですけど、検出感度というところは、妊娠が成立してから4週目前後の HCG 濃度を検出感度としておりますので、こちら、検査の時期と検出感度のところ、月経予定日なのか、妊娠が成立してなのかによって、1週目、4週目というところが変わってきますので、この点、よく間違いやすいので、十分に気をつけておいてあげてください。はい。ということで、ここ、おおむね4週目以降ではなく、1週目以降というところが、になれば正解となりますので、A は誤り。はい。そして B 正解、C も正解です。そして D です。尿中の HCG の検出反応は、HCG と特異的に反応する抗体や酵素を用いた反応であるため、
検査薬は使用直前まで冷蔵庫内ダメですね。はい、なので、そういった温度の影響を受けてしまいますので、冷蔵庫内だったりとか暑いところとかね、そういうところは避けていただきたいなと思いますので、D は誤り。ということで、問い60は答えは3番が正解となりました。はい、ということで、ちょっと今回解説長くなってしまいましたけど、でも重要となるところ、それからよく間違いやすいところ、ややこしいところ、難しいところ、何個かありましたので、ぜひぜひ、しっかりと復習をしていただきたいなと思います。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、下の概要欄のところに、LINE アットなどの登録、ぜひしていただければ、質問などもできるようにしておりますので、ぜひぜひ、ご利用いただければと思います。はい、ということで、今日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。